恐ろしい。湧き出て止まらぬ。お、若さ、はぐれ。忍びのお方、司祭はお渡しした紙を。余計なことは互いに知らぬがよいと存じます。
七州、わかっておるな。来たるべきは、アシナ存亡の戦。一心様、そしてアシナの民のために。
御神、そこの御神、この千宝寺は今や御仏の教えより外れたが、皆そうであることを捨て死なずの探求に見入られてしまいました。虜となれば何をされるか分かりません。お帰りになられた方がよいでしょう。それでももしこの千宝寺に入る理由があるのならば、止めることはいたしません。ただどうかお気をつけて。せめて私たちはあなたのご無事をお祈りしましょう。置いて行かれてしもうた。みんな小太郎を置いてどこへ行ったんじゃ。おらどうすればいいんじゃろう。なぜ泣いている。みんなに置いて行かれてしもうたんじゃ。みんなと。みんなはあれ誰じゃ。くるくる回る赤白いお花、たった一輪真白いお花、真白いお花が見当たらない。なんだと。頭が痛え。すまねえ、あんた何を言っているのかオラにもわけがわからねえんだ。とにかく真っ白いお花を探さなきゃ。
得意こんな師匠も仏を忘れさあ師匠我が息子のため、その刀、置いて行け。でき、愚かなり。
狼ど。かつてアシナにその時そう我が子ではお前さ酒を持ってきた猿酒か愛も変わらず辛い酒だだがこれが懐かしいよく飲んでいたのか猿どもの住む谷そこで忍び修行をしておった一人かいや二人でじゃなわしらははぐれ忍びまともな死はもはやおらなんだ故に落ちれば死ぬる谷でただひたすらに駆け飛び刃を交えるそのような修行を重ねた時期猿と変わらぬほどには動けるようになったが、修行に飽きるとわしはこの猿酒を飲んだそしてあやつの泣き虫の指笛を聞いた。泣き虫？変わった指輪があってな。それをはめて指笛を吹くと、谷に悲しげな音が響き渡るのじゃ。不思議とわしはその音が好きでな。よう吹いてもらったものよ。くらいなら貸してやろう。ありがたいや金剛山の先方寺お問いお方がそこさありがたああよきかななんとも信心深いお前さんのようなものがうちの巫女様のおそばにいてくれたらよいのにのう坊主どもめがわし追い出しおって巫女様